2024年から新制度も始動、NISA って何です。さあ、それではゲストをご紹介いたします。今日のゲストは秋田銀行営業企画部副主査鎌田すみれさん、そしてオール A 営業部部長渡辺文人さんです。よろしくお願いします。はい、さあ今日は西村さん、ニーサの話題です ね、はい、ね、新しいお兄さんがお兄さんじゃないですよやってまいりましたね、はい、ブラザーの話じゃないです。あ、そうですね、あの、はい、NISA、 NISA ニーサの話なんですね。はい、はい、あの、まあ賢くね、投資をしていく時代になりました ね、うん、ね、ありましたね。西村さんは何かなさってたりもしますか。あの、実はというか数年前に、うん、あの知人友人からちょっと勧められてですね、ニーサっていうものがあるということで、うん、あのやりました。で、あの株式、株っていうのはなかなかちょっとこう、うん、一人で選べないので、うん、あの投資信託っていうね、うん、あのプロが運用して、はいはい、いろんなあの株をこう混ぜながら、うん、こうバランスよくこう運用していくっていう方がいいんじゃないっていうアドバイスを受けて、ちょっとだけあの株式じゃなく、株式を中心じゃなく、うん、投資信託とあと現金は残すようにっていうのがありましたので、うんうんうん、それでやってます。そうなんです、はい、そう、株式とその投資信託の違いとかについて、まず最初に、そうですね、最初にね、お伺いするところからちょっと始めていきたいですね。今日のニーサの勉強はちょっと分かんない方いらっしゃるかもしれない。じゃあその辺はプロにお聞きしましょう。鎌田さん、はい、はい、株式投資っていうのは将来成長する企業に投資しまして、うん、はい、で大きな収益を期待する運用手段の一つになります。はい、で投資信託というのはお客様から集めたお金をまとめて、運用のプロが株式や債券などのさまざまな金融商品に分散して投資や運用を行いまして、その運用成果をお客様に分配する金融商品です。プロが運用して、資産も分散できるのでリスクを抑えられることが期待できますので、うん、これから投資を始める方には投資信託がおすすめになります。うん、何のために始めるかっていうのも大切ですよね。うん、はい、その辺は どんなふうにお伝えしていますかね。やっぱ目的を持って、まあそうですね、始めるということが、はい、目的を持って、はい、そうですね、スタートするっていうのが、うん、まあいいかなと思いますね。そうですね、はい、西村さんもね、長年やってきて、そうですね、やっぱり今更もうあの老後のためって言えない、はい、もう老後なのでって言われちゃうと何も言えないんですけど、うん、若い方なんか特にね、あのずっと長期で運用できるってこと大きいですよね。うん、安心してゆっくりじっくり取り組んでいって、うん、少しずつでも増やしていくっていうか、うん、そういうのは大事ですよね。そうですね、はい、将来のね、備えをしっかりしていこうという、うん、そのお金に対する意識も変わってきますよね。うん、はい、さあそれではそもそもNISAって何、はい、というところなんですけれども、うん、はい、はい、小原さん、はい、教えてください。はい、NISAとは個人で株式や投資信託などの金融商品に投資して得た利益や配当にかかる税金を一定の範囲内で免除するという制度です。はい、通常投資をして得た利益や受け取った配当に対しては約 20% の税金がかかってしまうところ、NISA制度を活用すると得た利益が非課税となります。はい、なので秋田銀行では資産作りのスタートとしてNISAを活用した資産運用をご案内しています。はい、西村さん、税金ないっていうのもありがたいですよね。うん、ありがたいですよ。あの 20% って大きいですよ。大きいですよね。あのこれ絶対、まあ、これはご利用なさった方がいいですよね。うん、でもその現在のNISAとその新NISA、はい、新しくなりますよね、1月から、はい、その違いについてここからはご説明いただきたいと思います。はい、はい、新NISAとは2024年1月から始まる新たな税制優遇制度のことを言います。はい、で現行のNISAの積み立てNISAというものは積み立て投資枠となりまして、はい、一般NISAっていうのは成長投資枠として取り扱うことになります。ん、現行NISAと比較した新NISAの特徴は大きく4つとなります。4つ、はい、うん、まずこれまでは制度実施期間が決められていたんですが、うんうん、新NISAでは実施期間が恒久化されまして、うんうん、いつでも口座開設が可能となります。お、はい、
いつでも口座を開設できることになりました。なります。はい、はい、またこれまでは非課税の保有期間が定められていたんですが、はい、新NISAでは保有期間が無期限となりまして、うん、ずっと非課税の優遇を受けられることとなりました。ね、期限ですね、ありましたもんね、うん、今までね、まずは5年という国で、はい、あのまあ、有期期間というか、うん、この期間内で集結しなきゃいけないのかなみたいな、まあ、ロールオーバーって次に繰り越して、まあ、暫定的には行くんですけど、うん、決して永遠とは言ってなかったので、うん、この5年間っていうのがこう区切られていることで、うん、なんか窮屈になってるって感じでね、おっしゃってる方結構いたんですよね、うん、今度はあの大きくもうフォーエバー、フォーエバーずっと動かなくて長い間こうやれるみたいな、まあ、お金があればですけどね、そうなんですね、はい、これは本当嬉しい点、ね、一つね、はい、とありましたよね。そうですね、はい、はい、さあそして3つ目、はいはいはい、3つ目が年間投資枠も拡大します。はい、これまで、現行NISAでは一般に積立NISAは年間40万円、一般NISAは年間120万円の合計160万円が1年間で投資できる金額でしたが、はい、新NISAでは積立投資枠は120万円、成長投資枠は240万円の合計360万円まで拡大されることとなりました。ね、拡大しましたね、うん、すごい拡大、かなり金額がね、そうですね、上がったんですね。年間にすれば200万、はい、ですよね、大きいですね。これだから、ね、お金をたくさん蓄えてる方は一気にっていう方もいらっしゃるでしょうし、そうそう、前はほら積立かそれとも一般投資家でどっちか選ばなきゃいけなかったんですよね。で今度は両方もお一人方がねやれるので、はい、あのお金のある方はみたいな、なくてもないなりにですね、あの両方できるので、ね、はい、枠が広がったと、うん、そうですね、はい、いうことですね、はい、さあ4つ目は何でしょうか。はい、4つ目はこれまで積立NISAと一般NISAの同時に利用することができなかったんですけど、今の話ね、ごめんなさい、そうですね、はい、だったんですけど、はい、新NISAでは、うん、積立投資枠と成長投資枠の併用が可能となりまして、うん、生涯で最大1800万円まで投資することができます。つい笑うしかないけどね。すごいビッグマネーです。はい、1800万円まで投資できるよと西村さんがおっしゃってたように、もうフォーエバーですしね。もう本当4つちょっとまとめたものをもう一回ちょっと見ますか。こちら、はい、さあ新NISAはこのように変わります。こちらのポイントを押さえておくと皆さん分かりやすいですよね、うん、はい、はいはい、ありがとうございます。さあ新しいNISAの積立投資枠、そして成長投資枠のこちら違いというか、うん、そちらはどんな感じになってますか。はい、積立投資枠はこれまでのNISAの積立NISAというのを性質を引き継ぐものでして、はい、長期の積立分散投資に適した投資信託のみが購入の対象となります、うん、はい、で年間120万円まで投資することができます。成長投資枠はこれまでのNISAの一般NISAの性質を引き継ぐものでして、一部の商品を除外した上場株式投資信託が購入の対象となり、年間240万円まで投資することができます。そうですね、これあの長期でこうコツコツこう投資するなら、まあ、積立投資枠、うんうん、であとは、まあ、まとまったお金をこう一気にですね、あの投資したいならあの成長投資枠というのをこう選択するのが、まあ、基本のパターンみたいな形ですね。はい、はい、そう、渡辺さん、あのシニア層のNISA活用方法についても教えていただけますか。はい、そうですね、あの、まあ、人生100年時代っていうふうに言われてますし、その60代をまあ超えていくと今度はこうセカンドキャリア的な形にまあなるじゃないですか、はい、ありますね、そうするとその、まあ、これまでこう給与収入があったところから、まあ、退職金とかあとは年金ですね、うん、っていう形に、まあ、お金の流れがこう大きくまあ変わるという形になるんですけども、やっぱりこう60代、まあ、セカンド、まあ、ライフというのは、はい、まあ、男女ともにですね、まあ、そこからこう、まあ、20年ぐらい、あの、まあ、平均寿命あるんですけども、はい、まあ、20年ありますので、うん、まあ、結構長いですよね、うん、まだね。で、まあ、その中で、まあ、その今後の資金のプランとか、
あとは、まあ、あの資産寿命っていうのをこう伸ばしながら、あの計画的にやっぱりこう資金を取り崩していくというのが、まあ、必要になるので、まあ、そこで、まあ、NISA を活用していただければ、まあ、少額からですね、できます、投資できますので、そういう形で運用していただければすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ね、ちょっとわからない、ちょっとお金の話は今日ね、少しこう皆さんにご理解いただき、さらにね、これからあ、ちょっとやってみようかなと思う方もたくさんいらっしゃると思います。新しいNISAの始め方、はい、申し込み方法では教えてください。はい、すでに現行のNISAを利用している方は基本的には手続きなしで新NISAが自動的に設定されます。これからNISAを始めたい方は今からでも申し込み手続きは可能になります。最寄りの銀行にご来店いただきお手続きをお願いいたします。またインターネット経由で口座開設のお申し込みをいただいたお客様には書類を郵送いたしますので来店不要でお手続きできます。詳しくはホームページをご覧ください。渡辺さん、今増えてるでしょうね、はい、相談者もね。そうですね、うん、はい、やはりこう新NISAに変わるということで結構増えてると思います。はい、はい、ぜひね、ちょっと西村さんももうすでに経験なさっていますけれども、はい、おすすめしたいですよね。そうですね、本当、はい、非課税っていうのは大きいです。はい、うん、残しておくお金と、でそ運用する、そうですね、投資信託、それ大事ですよね。やっぱり現金は現金できちんと残しておいて、うん、でもう一方で本当に余裕のある資金という形を運用していって、うん、私たちはもうどん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 それをいつか崩していかなきゃいけないけれども、うんうん、黙ってそのまま置いておくよりだったら絶対にNISAを活用された方が、ね、いいですよって、そういうアドバイスは、はい、できると思います。さあ今日はですね、2024年から新制度も始動、NISAって何ということでお二人にご紹介いただきました。秋田銀行営業企画部副主査鎌田すみれさん、そしてオールA営業部部長渡辺文人さん、ありがとうございました。ありがとうございました。